え、もうしょっぱなから喋んの？オープニングほら時間ちょっと経ってない？はい、今日は秋のつぶやき第78回の配信になります。もうさっき書いてて78回にもなるんやなっていうのと、久しぶりのオープニング挨拶でいつも何喋ってたんやろって思ってました。はい、今日もまた、6月28日今日火曜日なんですけども、この1ヶ月間いろんなところに散策に行ったので、それをまたお伝えしようと思います。はい、配信の皆様はぜひ最後までご覧ください。はい、音楽はもう大丈夫？では、早速秋のつぶやき第78回、お知らせの方をしていきたいと思います。まずですね、6月2日、この日は大阪の前島にあるゆり園に行ってきました。これ動画 YouTube に載せてて、結構もう回数が見られてる回数がすごい多いみたいで、人気の場所らしいです。駅とか歩いてても結構ゆり園のチラシポスターみたいなのを何個か見かけたことはあります。で、ゆりって白とピンクとしか見たことなかったんやけど、この日見つけたやつが、あと赤と黄色とオレンジ、この5色かな、5色ありました。結構いろんな色あってね、あと1色何か次作るんやったら青がいいなっていうのを思ったのを覚えてます。赤が結構濃いめのボルドー方面の赤でした。水色とかね、青とかできたら綺麗なって思うんやけどね。で、そこで売ってたソフトクリームがあったんやけど、そのソフトクリームが普通の味もあるけど、また別でゆり味っていうソフトクリーム、あ、そう、カサブランカの味があって、まあ、せっかくなんでね、カサブランカの味を頼みました。じゃあほんまにあ、カサブランカの味がするっていう感想、食べたことないねんけど、やっぱ匂い、鼻と口ってつながってるやん。だから食べた時に、あ、これカサブランカの味やみたいなが分かる。うん、何びっくりした、想像はどんな感じやったんかなって思ってんけどね。まあ、もしゆり園に行くことがあれば、そのソフトクリームは絶対食べてほしいと思います。え？あ、で、そう、景色ね、海もなんかめっちゃ広がってたよっていう記憶がある。そば？そう、すぐそばが海で、で、その付近にゆりがバーって一面広がってるっていうのになるので、結構写真を撮る人には、まあ、絶景のポイントじゃないかなと思います。うん、いい景色があったね。で、まあ私はちょっとね、写真撮ったんやけど、周りにさ、すごい上手い人の写真がいっぱい飾られてて、あ、こういう写真を撮ることできるんやなっていう見本になったので、それを見て写真を撮るといいと思います。なんかおすすめポイントみたいなのがあるらしい、どっかに書いてあったよ。でも歩いてて結局ちょっとどこか分からへんかってんけど、ぜひ見つけて写真を撮ってみてください。あともう少し、あ、期間がね、ずっとやってるわけじゃなくて、もうちょっとしたら終わっちゃうので、今のうちなので、ぜひぜひ行ってみてください。平日やったからやっぱりちょっと空いてたけど、土日になったらね、もっと人がおるみたいなので、行けるんやったら平日人が少ない時を狙っていった方がいいと思います。うん、毎年やってるもんな。へえー、じゃあいいね。じゃあ来年もソフトクリーム食べれるかもよ。チャンスあるよいや、なんか面白いね、新しい、どっかさ行くと名産地、例えば鳥取やったら那須のソフトクリームとか、そういうのもあるやん。でもお花とか
そのアジじゃないところのやつはあんま見たことなくて、あ、これ面白いなってちょっと思った。食べ物には反応しますよね。うん、そうで、次が6月の8日、こちらの水曜日ですねは、夜ゆきとおしゃべりを配信しておりました。この時も、曲をまた日本語の和訳をしてくれてたので、まあ、あの毎回ゆきとおしゃべりをご覧の皆様はだんだん英語の能力がついてきてるんじゃないでしょうか。もうそのうち意味を聞かんでも、ああこれなんて言ってるわとか思うんちゃう。まあそうですよね、なんかこう、理解しようと、うん、すごいよね。なんかでも聞いてたら慣れるんでしょうね、赤ちゃんが言葉をやっぱ喋るように。英語ね、うん、そう、さすがやね、いいな、あれぐらい喋れるようになったらな。でも英語、私がもし英語を喋れるようになったらきっと日本語の方を次は片言になりそうな気がする。なんかどっちか一個覚えたら一個忘れる方式があるやん。うん、だからでもやっぱり気にしてないけど、あのライブとかさ、よくこうこのカンペ書いたりとかあるやん、よく文字見たりとかは、ライブってローマ字で書いたら LAIVE、 ローマ字ラ LAIVE ライブ U やんやろ、合ってるよな多分。でもそんなんじゃなくて普通にこう LIVE で書けるねん。不思議なことでしょ。そうやねんけど、だってなんでそう書くんかってか頭で考えたらわからんやん、わからんくないやろ。でも別に考えんで普通にさささって書けるやろ。違う、短いからとかじゃなくて意味を考えんでも書けるっていうとこわかるか。わかるのか、そういうこと、そういうことよ。私はローマ字しか習ってないのにローマ字以外の文字も書けるね、勉強しなくてもって。そう、2歳の子だってさ、まだひらがな書かれへんのに言葉喋れたりするやん。そういうのってすごいよね。何の話。とりあえず、ゆきとおしゃべり配信してましたということです。人の番組のやつを、次6月11日の土曜日は、バー、めっちゃ久しぶりにバー、街の明かり、堺にある、あの堺の深いにあるバー松の明かりなんですけど、最初ら辺はまあここでも結構月に1回ぐらいを目標にライブをしてたんですけど、しばらくしてなくて、河内長野じゃない、どこ、どこやったっけ、エレキの店ってどこにあったっけ、東大阪の河内、そう、河内英和、なんか河内って言ったら河内小坂とか河内長野とか出てくる、河内英和駅にあるあのエレキの店ね、でライブをしてたんですけど、久しぶりにね堺の方でライブをしようということで、でこの、 あの梅谷陽子さんのライブは結構だいぶ前からあのバー松の明かりでしようっていうのがねあったので、それがやっと叶った感じです。うん、久しぶりだった。梅谷陽子さんと会うのも前に、あのその街の明かりが 何周年って言ってたっけ、10周年30周年、10周年よね。30はないよなって思った。10周年 の、あの記念の時に、大阪のグランフロントのサントリーやったっけ、あれサントリーの 4W か、サントリーよかったのところで貸し切ってライブをしたのが最後あったので、結構久しぶり、なんか間が空いた気がするっていうのと、10周年ってそんなに前やったっけ。10周年はまだそんな前じゃなくて、
うん。ねえ。あ、そっか、10周年って1年間なのか。あ、飲んじゃった。はい。終わり方が雑くなってしまった。そう、なんかね、今回は、今回もか、結構いろんなところから来てもらって、で、またいつもと同じメンバーもいてるんやけど、新しく初めて会った人とかも何人か来てくれてて、仲良くなった。ツイッターとか、まあ、グータスとか、そういうので繋がってる人と会うのって、まあ、顔自体私はほとんど知らへんから、最初は誰が誰か分からへんねんけど、喋ってたら向こうは私のことも知ってくれてるし、普通に喋ってるから、なんか初対面っていう感じがあんまりせえへんかったね。うん。まあ、あの人は名前を誰やって言われると、わかりませんが。覚えられないので。そう。そうね、そう。本当に、みんなと、のりさんとね、うん。ライブ終わってからやったのでいいっていうのがあったので、ライブ終わってからの記憶が実はあんまり残ってません。でもテキーラいいなちょっと飲んでたのは覚えてるから、次飲むんやったら何にしようかなっていうのもちょっと前に考えてたもう次のこと考えてんねそう、今回の時から新しく導入された500円メニュープランみたいなのがあるね。で、この用紙に普通バーってさ、いろんな種類作れたりするけど、もうやっぱりすごいいいバーやから値段も結構するのね。でももっとそう、せっかくライブやるんやから、なんかもっとライブハウスとかってワンコインとかやんか。だからメニュー少なくてもいいから、種類がね、500円でできるやつを作ってっていうので何個か作ってもらって、その中から選んでもらうシステムになりました。でもそう、ライブ中はね、終わってからは他のメニューでね頼んでもらっていいんですよ。で、ライブ終わってからも、その日ライブに来てくれた人やったら500円メニューは適用されるので、もうその中で全然いいやっていう方はそこから選んでもらっていいと思います。ワインもあったからね。ワインもね、のりさんがワインにして、私違うの飲んでてんけど、一口もんでもらったら美味しいやつやったから、すごいおすすめ。というか、お値打ちな、お値打ちっていうの？お得？な、うん。ライブのドリンクだと思います。うん。何種類あるか覚えとったらよかった。そんなにあったっけ。それソフトドリンク入れてでしょ。うん、酒だけやったら何種類ぐらいやろね。まあ10以下ぐらいかな、やったような気がする。うん。で、まあ今回も楽しかったですけど、次回またライブがあるので、その時もみんなでワイワイ遊べたらいいと思ってます。で、まあ相変わらずな、なんきな、もうね、MC っていう名前を剥奪されてね、進行役になりましたので、気が楽ですわ。名前がもう大層やったからな。MC できへんのに MC って言うからさ、なんかみんなからしたらそんなんできるんやとかなるやん。いや、できませんって思って無理ですよって思ってたから、まあ次からはただの進行役なきとして、まあ頑張ろう乗り切れたらいいかな。そう、もうあとはもうみんなさ、ちゃんとライブし慣れてる人とかって、もともとは MC の人とかおらへんやん。自分で全部喋ってはるから、大丈夫だよね。それよりうまくいかん。そんなん言われたって。うん、自己紹介をうまくし慣れてる人より私が喋れるはずがない。むちゃ。うん。私、自己紹介すらまともにできへんねんけど。
最初一番最初の MC の時なんてスペップの秋ですって言うのにどんだけ何回か言ったかその一言が言われへんねんいつも。だから散策の時とかもね結構こうもろに髪を見ながら読んでるからで、うん、記憶力がない、うん、で、その次あ、うん、6月16日の木曜日なんですけど、この日は、堺市立三原歴史博物館に行ってきました。まあ、多分聞き慣れない人がほとんどだと思います。で、今堺市立三原歴史博物館って言ったんですけど、ちょっと前までは堺市立じゃなかったんですよ。三原区え、なんてやったっけ、三原町っていう一つの町やったんですよ。でそれが合体したでいいの、なんて言ったらいい、統合されて堺市立三原歴史博物館っていう名前になったので、うん、ここに行ったことある人もやっぱちょっと不思議やなっていう感じの、うん、名前に変わりましたね。どういうところでした？あ、中身やな名前だけ紹介してしまった。この堺市立三原歴史博物館は、ちょっと待ってな、あったあった、これを見ないと。河内いもじっていう、これも今日聞いたことなかったんですけど、その河内いもじっていう人っていうかね、人たちって言った方がいいんかな、まあ、集まってる人なんです。ちょっと読むわ。いもじとは、まずこれいもじね、鉄とか銅の鋳造、作るのを専門とする職人のことを言います。でこのいもじが、河内におったから、河内で作ったから、どっちかね、でどっちかで、河内いもじって言われてます。あ、鋳造とはと書いてるわ。金属を溶かして目的に応じて製作してた鋳型に流し込み製品を作る作業のことです。お、これで私は今文章が浮かび上がったからすごいいや、肩に流し込むって言ったやん。で、まあこれは大阪とか堺の中だけじゃなくって、お寺とかにあるやん、バーンボーンって鳴らす鐘みたいな、あれを盆鐘って言うんやけど知ってるやん。それを作るのが結構すごい難しいみたいなよね。でそれを作る集団、ああいうのを作ってる人たちの集団が河内いもじっていうとちょっと違うな。それが 100% ではないねん。動画ちょっと見てほしい私が今説明してるより絶対うまいから。そのね、全国にある約最初6割って言ってたんかな、6割ぐらいが河内いもじが作ったものって言われてて、で名前が入ってんやんか、その河内いもじの人たちの名前が入ってるから作ったってわかんねんけど、その名前が入ってない、誰が作ったかははっきり書いてないけど、でもあ、この部分を見たら河内いもじが作ってるなっていうところがあって、そういうのも全部含めたら約8割その河内いもじが作ってるっていう風に言われてます。名古屋ちゃん、奈良にある何寺か忘れたけど、結構有名なお寺の盆鐘もこの河内いもじが作ったっていうのを言われています。なんかね、すごいの、ああいうのを作るんって難しいし結構大変な作業っていうのがすごい分かった。で、あとはね、盆鐘と、盆鐘コーナー、2コーナーがあった。その盆鐘コーナーは、とりあえずもう盆鐘に関して、いろんなことを知れる場所やね。行ったら、わかる。行けばわかるさ。っていうところ。うん、で、もう一個のコーナーが、黒姫山古墳。っていう古墳がすぐそばにあるんやけど、あるんちゃう、え
古姫山古墳、うん、あんねん。で、その古墳から出てきた甲冑、なんかあの戦う人とかがさ、重い銅か鉄かなんか被ってるやん。そう、兜。あれが出てきたの。で、普通ここにこういうのを入れてるんやけど、そこの場所じゃないところから出てきてん。だから今まで結構ああいう古墳の中とかっていろんな人が掘ったりとかして盗まれたりしてるんやけど、残ってた。しかもね、24体やったっけ。あ、そう、24両、まあ、24体っていう、まあ、量、体が量、ん量っていうの、24両出てきてん。で、こんなにいっぱいまず古墳の中に入れることがないのよね。それもすごい、だから不思議やし、こんないっぱい入ってたんやなっていうのでも大ごとなって、で、あとはその中で襟付きの甲冑がね、あの首のところにハイネックみたいに言ったらいい、服で言うとハイネックそう、普通他のやつはセーターこうね、 V とか U とかそんな感じのセーターばっかりやのに、一個だけ、お、ハイネックでできたやんっていう感じの甲冑そう、いや、ハイネックって言ったら分かりやすい。襟、なんかこの襟付きって言ってもさ、いまいち想像が分からへんけど、ハイネックって言ったら分かるやろそう、それがすごいね、珍しいらしいよ。本物を置いてあるから、それでもせっかくやから見てほしい。うん、で、そんなもんかな。その2つをメインテーマにしてる、これ、だよね。うん、三原歴史博物館でした。うん？そう、で、この時ね、雨降ってて、晴れてたらすぐそこにあるし、黒姫山古墳も行こうっていうことやったんやけど、結構雨降ってたので行けずっていうか、まあ、時間も足らへんかったけど、この三原歴史博物館だけで散策が終わりました。ん？そう、なんか今まで寺とか博物館とか美術館とか結構古墳のこととか、飛鳥地下津飛鳥博物館とかはもうもろ古墳のことやってたりするんやけど、そういうのとはまた全然違う博物館やった。古墳って聞いてたから古墳のイメージがあってんけど、古墳ではないもんね。だって古墳から出てきたものと寺やからね。あ、ほんで堺と今合体して堺市立になったって言ったけど、一応そこをなんか博物館だけにしたいわけじゃなくて、地域の人とのなんかコミュニケーションを図るための場所にしたかったらしいんですよ。だからその博物館だけじゃなくて、隣にこれね、誰でも借りれるって言ったらちょっとおかしいけど、まあでも借りれるホールがあって、あったあった、愛称が MC ホールっていうんやけど、あ、違うわ、こっち見せてどうすんねんな、ここ、なんとなくの写真しかないですけども、これぐらいの、まあ、結構人数入る、260人入るんやったっけ、160人やったっけ、260人かな、60人っていうのは覚えてんねんけど、結構人数が入るホールがめっちゃ安くで借りれるんですよ。で、営利目的やったらちょっとお値段倍ぐらいにはなっちゃうんですけど、そういうのじゃなくて、例えばカラオケするので、カラオケ教室やったっけ、なんかそういう人たちも借りてるんやって。で、あとはまあ、いろんな趣味発表したりとかするの、まあ、使い方は人それぞれ様々使ってもらっていいんですけど、
そういうのを借りるのに時間帯でちょっと1000円2000円とか上がってきたりはするけど、一番安いので言ったら平日6000円でこのホールが借りれるんです。10時、10時、3時間で、まあ、あとその映せる映写室とか映写設備があるんやけど、そういうの借りるんやったら、まあ、1回につき1000円プラスになったりとか、あとは放送設備マイクやね、マイクとかを借りるんやったら1回1000円とかで、電子式椅子っていうのは椅子がねあるんやけど、椅子を使うんやったら1回3000円かかります。でも椅子いらへんにやったらその3000円はいらへんやけど、うん、雰囲気的にはあった方がなんかいい感じはする。でその舞台を使うか使えへんかも結構変わってきて、その舞台を使うんやったらピアノ代借りれんのとかも含めて1回3000円、まあこんな感じでちょこ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 ちょっとプラスにはなったりするけど、いるやついらんやつを考えて使ったら結構ね安く済むと思う。ここはね本当にねもったいないよ、知らへんと。あ、バカフグさんや、お久しぶりです。さっき書いてくれてたもんね、ツイッターありがとうございます。副館長さんがどんどん来てほしいって言ってました。本当にね、なんて言ったらいいかな、ちょっと今言い方考えてるすごくねもったいない、あんまり人がお客さんがいなくて、見に来る人がいてなくて、でも、うん、もっとねここは行くべきやなって思った場所なので、ぜひぜひ見に行ってください。お寺回るの好きな人だったらまずここに来てほしいんやけどな、私的には。そうそう、盆栽のことがあるから、お寺回るならここでそういうのを知って実際行って、あ、ほんまやほんまやっていう見れるところがいっぱいあるから、お寺見に行く楽しみも増えるし賢くなるっていう素敵な場所でした。では、間の曲をまず流したいと思います。今日の曲はかなり久しぶりの人です。後で紹介するんですけども、野田沙織さんっていう方がいてて、もともとはリダという名前で歌ってたんですけど、リダ&リップルズさんのいつもきっとそばにいるという曲です。笑いかけて手を
今聴いていただいた曲がリラン&リップルさんのいつもきっとそばにいるです。ほんまにあのリラさん、沙織さんの声がめっちゃいいと思う。うん、本当にね。で、そこまで言ったか、博物館で言ったでしょ。あ、で、6月21日の火曜日は一条佳代子とおしゃべりを、ナンバーボリューム29を配信しておりました。で、実は一条佳代子とおしゃべり、スペップから配信するのは今回この29回で最後でした。まあ見てる方は大して変わらんねんけどね。リンク先がちょっと変わるから、今まで飲んで保存してくれてる人は変えてもらわないといけないんですけど、また次回からは新しく配信するので、まあ、一条佳代子とおしゃべり、でも次も30っていうタイトルでやるのかな。まあ1からにはならないと思うのでそんなに変わらんかな。ただ今までのりさんが全部アーカイブを保存してたんですけど、それが次回からはなくなっちゃうので、ぜひぜひリアルタイムでご覧くださいということです。うん、ね、まあ夜やから普段こういう秋のつぶやきとかよりは見やすいと思うんですけどね。うん、夜、まあ、お酒を片手にもう一つの手はおつまみを持って楽しみに見に来てください。かよちゃんもだいぶ慣れてね、のぶさんの絡みといつもの感じで毎回配信してるのでご覧ください。で、さっき流した曲のことはまた後で。はい。で、そうそう。で、次が、
あ、そう、さっきのやつで黒姫山古墳ね、その三原歴史博物館の隣にあるという古墳なんですけど、バカフグさんがね、堺市はコンテンツいっぱいで羨ましいわって。ほんまにね、なんか堺市、大阪市、いろんなことをやってるので、ほんまにいっぱい。だってこんだけスペップやってきて、まだやってないとこいっぱいあるもんね。行かない行かなって言って行ってないところとかすごいから、すごい量、行かへんのちゃうかな違うとこ、なかなかねメモってるんやけど消されへんからちょっとずつ紹介していけたらいいな。はい、この黒姫山古墳は歴史の、あ、黒姫山古墳歴史の広場っていう公園になってて、結構今整備されていったりとかしてるんですけど、ここはね、縦穴式石室っていうのを再現されてるところがあって、で、そこにあの石室と石室の中から出てきた、さっき言ったあの、襟付きの甲冑とか、がどういう風に入ってたかっていうのまで再現してるので、ここはぜひ見に行ってください。で、あと、埴輪が、あの、こんな感じで並んでましたとかも、復元ゾーンとして置いてあります。だね。どんな特徴あるんですか？どんな特徴？ん？前方後円墳。どこでどこに位置してるの？前と後ろ。ん？あ、なんか言ってたね。モズ古墳群と古市古墳群のど真ん中らしい。で、この、そう、この古墳だけ、戦うのに使われててんて。もともと、戦うのに使った場所やねんけど、それをまたしばらくしてから、また使って、っていう、あんまり古墳らしく、そう。なんかね、古墳らしくない使われ方をした古墳ですぐらいかな。そんなもんだね。そうそうそう、さっき言っちゃったわ言いすぎてこの古墳の時に言うことがなくなった。あ、そう、駐車場は三原歴史博物館のところに止めてください。で、そこに止めるので、夕方5時か5時半過ぎたらもう出れないっていうか閉まっちゃうので、必ずその時間までに車を動かしてください。公園自体はね遅くても行けるんやけど、そう、古墳のところ見に行って、まあ時間かからんからね、パッて見てパッて戻ってこれるとこなんで、大丈夫かな。ギリギリにさえ行かなかったらいけると思います。はい。で、その日同じ日なんですけど、下赤坂城跡を見に行ってきました。で、この下赤坂城っていうかね、あの赤坂城あるでしょ、もともとあって、それがなんか上と下に分かれてて、その両方ひっくるめて赤坂城っていうね。で、ちょっと言い方悪いけど、若干ウィキペディアを参照した感じは、上はまあちゃんと作ってんねんけど、下の方は急ごしらえで作られたって、急いで作られたお城らしいです。その跡地に行ってきたんやけど、もうお城があった面影は全くなく、あれは建て、石碑がポンって建てられてるだけでした。なので、まあ、城を見に行こうとかいう気分の人が行くところではないです。ただ、ここにあったんやなっていうのと、あとね、そこに行くのがね、もう一個理由、すごい、今人気が出てきてるんやけど、その人気が出てきてる理由が棚田って聞いたことあるかな。棚田っていうね、段になった何畑じゃないね、田んぼ
そう、段になった田んぼがあるねんけど、それの景色がなんかすごい良くて、日本棚田百選っていうのにもあのここの棚田は選ばれてるんです。で、それを見れるのがここ、この下赤坂城跡の場所から見れるので、ぜひぜひ見に来てください。これを撮りにあのカメラマンの方とかは結構いろんなところから集まってくるらしい。それぐらいすごいね、綺麗。うん、行った時はね、あのアジサイやったんですけど、秋はコスモスらしいです。で、そのあのそこにも書いてあったけど、春夏秋冬いろんな景色があるらしくて、雪、冬やったら結構雪が積もってるみたいで、それもまた結構綺麗な景色らしいので、うん、全部ね。11月ぐらいは大丈夫、もうへん、ろうそくを立てていくらしいです。イルミネーション、イルミネーションちゃう、なんか言い方あるやんな、多分それいろんなとこでやってるやんね。そうそうそう、結構やってる。もともとだって奈良のやつ有名じゃない、十日やったっけ、灯す光って書いて願いを込めるんやったかな。まあその意味は多分いろんなところであるけど、そこもやってるそうです。でも、うん、夜やってんのも綺麗けど、あれ夜どうなってんの、ライトついてんの、ついてないよね。だからやんな、だからろうそくが綺麗やんもんな周りライトばっかりなのにろうそくつけてても綺麗くないもんね。今の時期はアジサイが水田に水が入っていかん、うん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 、いい写真撮れてた気がする。あ、その時も綺麗やけど、今の時期は水田に水が溜まってるから、あの光って綺麗に見えるらしいです。うんうん、オッケー。春は何なんやろね、今夏秋冬出てきたけど、春がない、春は何やったっけな、なんか書いてあってんけどね。だから春夏秋冬、あの季節が変わったら写真撮りに行く人は多分ね、毎回行ったりとかしてると思います。そう、あの、あ、アクセスがね結構行きにくくて、もし車乗ってる人やったらね、車どっか止めてから交通機関で行くのが一番おすすめです。すごい行きにくいので。で、そう、中学校があるので、このまま歩いて登っていったら学校の方に着くんじゃないかなっていう道で正解ですあの学校があって、まあ、あの運動するところもあっての真横を通ってちょっと抜けていくんね。そう、だから学校の隣を歩いてる。そう、中か、学校とかこの間か、そう、間がね、あの行道でほんまに歩いていいところ、うん、みんな部活やったりとかねしてるところを通り抜けたらこの景色と、ここ赤坂城跡みたいな、すごい不思議なところで、ちょっと間違ってるかなと思ったら、あの体育の先生がねおって、合ってるんですよねって教えてくれたから、ね、よかったけど、ほんま引き返しかけたよねうん、そうそう、本当これ、あ、そんなに分かりにくいんやっていうのを頭に入れて行ってみてください。うん、ぐらいかな。近々関西ツアーしようかな、やって行くとこ多すぎるで、1日やったらな無理やから、何日かに分けてやるか、そやな、どうか、どうしても分かれるねどうしても分かれるわ。もうここだけ、ここメイン、ここのツアーっていうのを作ったらいけるかも。うん、では、散策はここまでで以上になります。で、あとはお知らせなんですけど、6月の29日初めて、あ、ほんまや、明日や。さっきね、あの曲流したリラさんって言った、あの今は野田沙織っていう名前で活動してるんですけども、この野田沙織さんの
おしゃべり、沙織とおしゃべり初、明日配信します、午後9時30分からの配信になりますので、ぜひぜひお時間ある方は見に来てください。でのりさんは何回か言ってるんですけど、野田沙織さんはまあ大人な方で雰囲気もすごい持ってる方なので、ちょっと他の人とうちらとかはと違うまあ大人なおしゃべり、雰囲気のおしゃべりとかできたらいいなって考えております。そうですまとめちゃった秋とおしゃべり、生きとおしゃべり、一条かよことおしゃべり、でも一条かよことおしゃべりはちょっと変わっちゃうけどね。そうだね、明日が初なので、まだ1回だけになっちゃうのか、ちょっと続いていくのかは全然未定なんですけども、またこれがね定期的にできるようになればいいのにな。で、7月6日これも、午後9時30分からです。ゆきとおしゃべりを、また配信しますので、ぜひ7月6日、まあちょっと期間1週間近く空くんですけど、英語の勉強をしに、まあ、ついでに英語の勉強もできるよっていう感じの配信で、すごいためになるので、こちらも、ぜひご覧ください。水飴いいね。秋もくね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 するのすごい好きやった。でも食べんのが嫌いやねんな。私あれやりたいんやけど、綿菓子の機械が欲しい。綿菓子作るのがすごい好きで、すごい得意やねんけど、綿菓子食べるのが好きじゃないねなんか100円とかでさ、こう作ってあげるやつやりたい。綿菓子、綿菓子は取って食べるよ、手でそんなかぶりついたりなんでもかぶりつくと思うなよちゃんと手でちぎって食べるものもあるんですイメージ、食べるイメージすごいバカフグさんが京都鉄道博物館に行きたいやって、それこの前ちょっと見てたんや、私パンフレット。なんかめっちゃあるんよね、駅とかもあるらしい、昭和の。え、あったん、へえ。あ、そうなんや。でも大阪にあっても私聞いたことなかったからな、鉄道博物館。へえ、あ、そうなんや。でもそれで良くなったんやったらまあいいでしょう。昭和の駅の再現されてんのとかもあるんよね。で、私そのパンフレット見たやつが、いろんな電車の特集みたいな、トロッコと、京都のトロッコとか、あ、ほんまや、どっかの鉄道みたいな。でも期間限定って書いてあってんな。でも京都のさ、トロッコなんて期間限定じゃないからな、なんでなんやろって思いながら見てた。私は本物のトロッコを探してんねんけど、ないねんな。北海道にあるのが、免許持ってる人やったら誰でも運転できるっていうちっちゃい、でもあれもイメージしてる箱型のトロッコとは違う。どっちかって言ったら自転車とかじゃないの方面のイメージのやつで、ないねん、どうしてもないねん。トロッコに乗ってみたかった。何それ、電車やろ、トロッコっていう名前の。ほんまのトロッコ、四角いやつ、長方形の。え、どこ乗れるん。黒部渓谷、なんかなんとか帝国、クレヨンしんちゃんで出てきそうやな黒部帝国の巻みたいな。ダムんとこ行くの、もう目的なんでどこでもいいわ。トロッコに乗れたらいい。乗りたい。今もあんの、ちょっとメモっとこ、ペン返して。黒部渓谷やって、みんな行こメモってメモって。いや、いいわ、自分のつぶやき見返したらわかるわ最悪そこやな、ここカットせんといてなで、
あ、そう次のお知らせ忘れた。あ、ちょっと待って、 SL に乗れるらしいやって。 SL って乗るとこあった？京都の博物館に。へえ、そんなんまで。だいぶ広いよね。だいぶ広くないと無理やんね、電車なんて、うん、すごいよね。あー、でも行けることなら私はあの京都でやってた、何やったっけ、ちょ、死体が置いてた、人体の不思議展をもう一回見たいけどな。もうやらんやろうな。もう一回行きたい。あれ、なんかお医者さんとかはやっぱすごい勉強になったらしいけどね。本物が置いてあるから、ここがこうでこうでこうでって模型じゃやっぱ見り切られへんやつをね飾ってるからさ。私みたいに趣味で見に行くような人もいっぱいおると思うけど、もう一回やったら行こう絶対。うん、で7月の12日の火曜日です。9時30分、時間は全部一緒やからね、全部9時30分。また一条かよことおしゃべり、まあ、今度はあの新アドレスの方で配信しますので、ぜひアドレス注意してください。そう、本当にね、アーカイブないからね。今まではね、私もアーカイブで見ることがほとんどやったから、ちょっと時間が無理で何回か見に行けたけどね、お風呂入りながらとか見てたけど、うん、そうそう。今なんか前はあの iPhone とかはタイムライン書かれへんかってんけど、書けるようになってるみたいなんで、うん、いいと思う、見てください。で、これがおしゃべりとのお知らせで、うん、そう、ライブのお知らせやね。7月30日の土曜日、夜19時や、7時から坂田恵子さんと柴田光明さんのライブがあります。めっちゃ久しぶりです。めっちゃ久しぶり。ほんまにいつぶりやろっていう、まあでもこの二人にはあのエレキの店でね出てもらったことがあるので、他の方に比べたらそんなに久しぶりじゃないかもしれないけど、めっちゃ久しぶりです。で、こちらじゃん、意外なんですけど坂田恵子さんね、初なん、これ初アルバムって言ったんよ、初アルバムなんです。今まで結構いろんな歌歌ってはるから、もうとっくに出てるもんやと思ったけど、まだ出てなくて、ついにこちらの CD ができます。え、でもちょっと待って、この CD ってさ、これライブ来てくれた人買えんの？いけんの？なんか前ほらツイッターでさ完売したって。いや、あれアマゾン。あ、アマゾンで完売ってことか。なんかね、発売前にもう予約で完売したぐらいすごい大人気の CD なので、もしやライブに来られた方はもうその時にぜひ手に入れて帰ってください。次いつね帰るかわからないので。で、これのチラシがじゃじゃーん、あ、これこれ、坂田恵子デビューアルバム膝枕。もうほんまにね、このジャケットの写真がめっちゃ膝枕してるからね。ちなみにその相手が、そうなんです、相手の方が柴田光明さんなんです。で、あのプロモーションビデオやったかな、ちょっとあの見てたんですけど、すごいねもう雰囲気が出てる。坂田さん、うん、喋ったらねすごいイメージがあるんやけど、わーっていう、もう前に前に出てこうみんなと中にみんなと仲良くなるようなキャラをしてはるんやけど、その PV は全然違う。このジャケットの写真もおしとやかな。何も知らずに見たらすごいあの雰囲気のある女性のジャケットです。怒られる。怒られる。
もう本当にね、すごいいろんなね、いいこと書いてるのでぜひ見てほしい。うん、7月30日これ土曜日なので、あの来れる方いてると思いますので、ぜひ堺のバー松の明かりまでお越しください。楽しいと思います。 MC ちゃん進行役、進行役は、また秋がさせていただきます。頑張ります。まあこの日はほんまに MC いらんのやろうな。ほんまに MC 喋ってる間坂田さん静かにしてくれるかな。そう、多分なんか喋ってるけどすごい喋りかけてきてくれそうな感じのイメージがあるから、もうなんか気が楽、すごいあのちゃんとやらなあかんっていうのを、まああんま持ってない思ってないけど、ちゃんとやらなあかんっていうのが余計に なくなるいい意味でね、いい意味でなくなるから、すごい楽しみなライブです。本当に坂田さん飲むしな。歌う前から飲んでるしな。ほんまにね、あの来て見ないと、会わないとすごい損をすると思うので、ぜひ見に来てください。タイムライン、あ、OK、あ、こんにちは、のりさん、あ、こんにちは、ありがとうございます。あ、そうなんや、すごい苦労して入ってくれてたのにありがとうございます。のりさんから聞いたよ、ツイキャスのこととか。バカハゲさん、東京の大宮の鉄道博物館は旅のレストラン日本食堂があって、社食、あ、食堂車で提供して、あ、へー、メニューが食べれた。どうなのそれ、美味しいの？食堂車で提供していたメニュー、どうなんやろ、美味しいんかな、分からん。駅弁、うん、うんうん、電車の中でいいよね、美味しいよね。昔はね、お茶がね、昔はね、うん、あの涙のこういうプラスチックだな、うん、陶器、陶器、陶器、それを土産にできる。へえ、めっちゃいいやん、お茶の入れ物が土産。うーん、もう駅弁食べたっていうのやね。あれなんだっけ、え、今ってさ、あのだんだんその寝台列車もそうだけど、寝台列車ってさ、もともとイメージやけど安いんじゃなかった？ほんまの時は。だって3段ぐらい、そうやんな、だって電車やん、ただの電車で、しかも寝るやん、やのに、なんかそういう電車がもうどんどんなくなってて、今はなんかもう高級な動くホテルみたいな感じになっててるやんか。それはそれですごい、まあいいんやろうけど、もう安く泊まれる昔の寝台列車に乗ってみたい。うん、うちもなんか知ってんねん、なんか見たことあんねん、寝台列車って。いや、あのだからな、安いと思ってたやん、って一回検索したらさ、何十万とかするからさ、えってなって。それだけなんかみんなさ、寝台列車の時なんて安いイメージで絶対嫌やとか言う人が多かったやんか。やのに今わざわざそんなお金出して乗るんやで、わからへん。不思議やわ。このなんかそういう高級な感じもいいんやけど、安いのももう一回復活してほしいなって思う。別にもう一回合わせでも何でもいいからさ。そうだってないやん、もう何でも個室個室個室、まあ物なくなったりはしにくいからいいんやとどうけど、うん、だからあの取られてもいいぐらいの物しか持っていけへん。そやな、ブスだって昔の田舎とかって鍵かけてるところの方が少なかったんやろっていうぐらいな。今なんかも鍵かけてへんかったらな、ない家をないと思わな。だからそういうのも変わってきたからかな。もうなんか年寄りみたいな話になってる私。時代がさ、今若い人の気持ち寄りじゃなくて年配寄りの気持ちになって喋ってしまってた。いや、なんか人から聞くとさ、いっぱい聞いてきたらなんか自分の経験談みたいに記憶が変わっていくから。それだけね、知識が豊富になって。そうそうそう、せやねんな。
やばい、若者から遠のいていった。カツカレー美味しかったよ、懐かしかったやって。あ、そっか、懐かしいっていう感覚があったらいいよね。全然私は未知の体験やから、あ、これが社食堂で出てたんやな、食堂社で出てたんやなっていうのしかないから、懐かしいっていうのはいいな。はい、では、そろそろエンディング曲を流したいと思います。エンディング曲は、いつもの通り明日の夕暮れです。また録画もそうなんですけど、リアルで見れる時があったらぜひぜひ見に来てください。あと、まあ、おしゃべりの時は夜なので、またそれもしたいなと思います。今日はなんか最近私上手くなったね、時間配分自分で言う最初はなんかほら、あの猛スピードで言って言ってたから、10分15分でもうその日全部言わなあかんやつが終わってしまって、あとどうしようみたいなすごいなってたけど、今はね一応考えてちょっと喋れるようななったよ、よかった。ほんとね、78回、まあ何年もかけてやってんねんけど、78か終わる、1268やったとしたら26250回ぐらい、51が5違うな、ごめん、割り算でけへんまあ結構何回もやってるっていうことやから、覚えは遅いけど、最初の頃どうなん言っとったんやろな。あー、うん、のりさんも成長したもんね徐々にやり方を変えて今の感じができました。でも今やってるけど、またこれがしばらくしたら、あの時もまだそんなん言ったってできてへんかったやなとかなるんかな。なったな思うかな、思う日が来るかな、ありえるもん。だってほんまに変わらんからな、うん、ありえるなせやな、なるなるも日々成長日々勉強、日々成長、名言名言出ました、言うてるだけほんまに、うん、なってるなってる、十分なってるよ、言うてもらおう、誰か誰かつぶやいてて賢くなったよってうん、では、また秋のつぶやき、秋とおしゃべりと、よろしくお願いします。書いてなかった。皆様最後まで見てくださってありがとうございました。また一緒に遊びましょう。ライブも、ぜひぜひ来てください。では、でありがとうございましたよね、ありがとうございました。あ、書けてないありがとうございました。